やってきました。やってきました。やってきましたよ。本日の企画は、爆買い企画よ。前回ね、ゆずがチコで爆買いをしてて、ちょっと抑えきれない私も。もう見ててね、私らも。ということで、今日はメインは私が爆買いしようと思ってるんですけど、ちょっと付き添いで、はい、まことさんに来ていただきました。ちょっと私も行きたいですということで。お願いしますね。ということで、こちらの店舗は、おめかしのルミネ池袋店でーす。ずっと行きたかった、おめかし。コメントでもね、おめかし爆買い待ってますとかっていうコメントいただいてたりとか、今回選ばせていただきました。よっ。もうおめかしといえば大人カジュアル。そう。だからまことさんもね、そう、結構着れるアイテムも多いかなと思ったので、今回ついてきてもらいました。ありがとうございます。そして、まあ私たちだけじゃね。もう大変なことになっちゃうんで。はい、もう一方サポートしてくださるスタッフさんをお呼びしております。どうぞおめかしのリコです。よろしくお願いします。お願いします。もうリコはね、たくさんこのチャンネルに出ていただいてるんで、はい、サポートお願いします。頑張ります。もう早速、はい、もう行っちゃいますか。この抑えきれてないよ。もうやばいよ。はい、行きます。では爆買いレッツゴー。もうね、でも決まってる、全体的に今最初見たんですよ。うん、かわいすぎる。いや、やばいですよ。そんなナナミンが一発目に選ぶのは決まってるんだね、もうね。はい、どうも。じゃーん。このワンショルのスウェットとっても気になっております。やっぱね、今期も私大人なラフがテーマってずっと言ってるんですけど、まさにこれじゃないですか。確かに。なんかスウェットだけどちょっと肌見せできておしゃれ。その着方もそう、リコが今日着てたんですよ。え、そう、着てた。そう、カモンカモンカモン。これかわいい。もうこの着方もトータルで好き。やったー、嬉しい。推しの色はあるんですか。もう眉毛だけグレー。あ、やっぱそうなんだ。はい、ねえ。え、これ3色、白がね、新色で入って着てて、ね、今4色になりました。4色結構どれも欲しいけど、うん、わ、とりあえずでも白着てみたいかも。あ、ぜひ白、うん、使いやすいんですよ。マコトさんも似合いそうですけどね。あのね、すいません、私実は撮影でね、はい、着させていただいておりまして。あ、そっか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 。その時にやっぱおめかしの商品ページ見てて、うん、一発目に可愛いと思って、やっぱスウェットって秋めっちゃ欲しくなるから、ね、でも私が持ってるスウェットとまた全然違うテイストだから。あ、確かに。もうドカジュアルなものが結構多いですもんね。だってこのデニムに合わせてるのにめっちゃ女っぽいってすごいよ。綺麗見えしてますよね。そう、だから私はね、リコを激推しの。うわで、え、ちょっとじゃあ今一緒に着ませんか。あ、いいんですか。いいですか。私も着てください。じゃあ私白で、まことさんグレー。着替えます。着替えます。これ私の企画じゃないよね。じゃないです、じゃないです、じゃないです。です、私がメインですけど、ね、あのやっぱ人の見てる、見るのも大事かなと思って、着てるところ。はい。確かに。お願いします。かしこまりました。ちょっと怖いです。着替えました。お、あ、もう出てる。もう出てますよ。じゃあ一緒に行きましょう。はい。せーの、オープン。かわいい。いや、もうこれは、似合うね。似合いますね。似合いますね。これはもう着た瞬間即決。いや、もうめちゃめちゃ可愛い。うわ、グレーもいいですね。そう、グレーもいいんだよ。なんかグレーのね、スウェットってカジュアルに見えがちなんですが、うん、やっぱり、ね、こんなこいい。グレーの私、はい、グレーグレーのセットアップで。あ、え、セット合わせた。え、リコさんは、リコさんは、すいません。これはセットアップ風でもいける。セットアップ風でもいけます。形めっちゃ綺麗じゃないですか。スラックスみたいな形ですね。そうそうそう。ここのタックとか、ね、このウエストのデザインが、ね、フックとチップがついてて。そうそう、うわ、めっちゃ可愛い、ね。ここに紐もあるから、キャシャの誠さんに。嬉しい、これは。私、これに、パンプスで合わせたい。あ、いいね。なんか、レディーライクで。うん。おめかしっぽいかもしれない。待って。グレーもかわいい。人の見てたらね、やっぱ欲しくなるんですよ。でも、白は絶対買います。まさかの多色買いですか。そう。2色目をちょっと狙ってます。あらら。でも、とりあえず、一旦白、買います。一旦白いっとくね。はい。
ちょっと状況を見て、これって状況見てね。いいね、いいね。まこさんも買ってもいいですからね。言われなくても買います。失礼します。あ、怖いよこれ。怖いな、ね、私、このリコが合わせてる、このレイヤーをしたいんですよ。この中のものはどちらでしょうか。これは、わっ、これ合わせてるの。なるほどね。それ中に実は、めっちゃ可愛い。それは同じアイテムなの？ベージュと黒素材違いで、無地で黒とかも、めっちゃ可愛い、この合わせ。いやでも柄見えてるの、刺繍が見えてるのがマジで可愛い。絶対にこれ、絶対にこれなんですけど、なんかあるみたいな、絶対にこれ。ジャケットとかね、上に合わせても可愛いし、めっちゃ可愛い。ちょっとオケージョンとかにも可愛い、綺麗っぽくものどっちもいける、こういう。着たい。着て。みんなギャルになる。着ていいですか？あ、着てください。この白にこれ合わせて、はい、下のパンツおすすめありますか？なんか。あのパンツも見たいね。やっぱ定番でおすすめなのが、このフレアスラックス。かわいい。形めっちゃ綺麗。そうなんです。なのに総ゴム。これめちゃくちゃ楽チンで、また紐もあって。でウエストの調整もできつつポケットもあるんで、こういうのないの多いじゃないですか。わかる、ね、あれあれみたいなのがないんですよね。あと黒があります。黒で合わせるのが可愛い。確かに黒で合わせたい。これ持ってきます。あ、ちょっとこれも合わせ、はい、じゃあこれで着替えたい。いけいけ、どんどんいけ。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃいませ。です、このパンツ。どうやばいんですか？感動。感動ですか？めっちゃ楽なのに形綺麗。ちょっと見たいんで早く着替えてもらっていいですか？視聴者さんも待ってます。少々お待ちください。はい、お客様。はい、頑張りました。では、オープン。あら、かわいい。やばい。嬉しい。ちょっと跳ねちゃってる。かわいい。めっちゃかわいい。これなんなの？いや、私もレイヤードスタイル大好きなので、でもなんか、普段してるレイヤードと新しい。うん、確かに。そう。このチニック丈の合わせ。リコ大先生、どうですか？めっちゃかわいい。やばい。ちょっと隣並びたい。かわいい。超似合うでしょ。めっちゃかわいい。なんか、私ちょっとここ、止めて、あえてもっと見せたいかも。で、その刺繍ね、そう、なんかゴムとかでここ止めて、くるっと入れて、ちょっとより見せる感じもやりたい。一個聞いていいですか？この刺繍って、それぞれ場所が違ったりします？うわ、そう。そうなんですよ。気づいちゃった？そうなんです。一点一点違う。違う。オンリーワン。かわいい。うわ、ですよね。すいません、チュニック買います。ありがとうございます。で、ね、でちょっとパンツが本当やばい。このシルエット形綺麗すぎるし、バック色を迷っていいですか？もうすいません、カメラ忘れてる。もうカメラ忘れてた。うわー、ブラウンもいいな。そうなんですよ、このブラウンも使いやすい、ね、でも白はいっぱいフレアパンツ持ってるんでやめます。ブラウンね、結構ありかも。透明なんで合わせやすいと思う。うわあ、かわいい。ブラウンにしよっかな。あ、でも確かに白のスウェットだとブラウンね、この合わせもめっちゃかわいい。かわいい。ブラウンにします。決まりました。お買い上げ。黒のパンツはね、結構いっぱい持ってるんで、私物とこういうコーデできるかなと思うので、うん、ちょっとブラウンのパンツは私意外と持ってないので。買います。いいですね、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ちょっとやばい。ちょっとこのペースあなたまずいけど大丈夫？まずいよ、まずい、まずい。まずいです。どんどん言っていただいて。怖い怖い怖い。まあでも今日のために私はもう買い物セーブしてきたんで、うん、そう言ってましたね。そう、めちゃくちゃ我慢してきたんで、この日のために。はい、もう楽しい、楽しい、よかった。許してみんな。だったらよかった。どうしよう。ちょっと他にも見ます。うわー、このゾーンなんてもうまこつさん似合うじゃない。似合うじゃない。いや、もう私ラインパンツとか 大好きだからね。
でもお昔やっぱこういうアイテムも本当あるから、うん、おしゃれアイテム幅広い、うん、幅広いここからここまでいろんな方に来ていただけますね、はい、カジュアルから大人までと言っても、はい、すいません、ね、あらシャツめっちゃ大人っぽい。でも私が目をつけたのはこちらのボタンですね。ゴールドです。もうこれは間違いない。本当に待って、こっちの色も可愛い。これ2色2色です。あ、うわ2色なの。めっちゃ大人っぽい。大人っぽいね。素材がめっちゃいい。シャリシャリしてる、ね、え、どっちだと思います？いや、私はいつものななみ先生はね、こっちは選びがちなんですよ。そうなの、うん、私はね、でもネイビー着てほしい。ちょっと着てもいいですか？もうぜひ。これにこのパンツの白で合わせたいです。あ、かわいい。あら、もうコーデまですみません。あらら、待ってた。持ってる私物と合わせたいなって思っちゃった。いやすごい。え、ちょっと時間大丈夫？大丈夫？大丈夫？まだいけます。まだいけます。では、お着替えが終わったようで、3度目のお色直しでございます。どうぞ。でれれれれれ、うわ、かわいい。やばい、めちゃくちゃかわいい。すごい、もう背筋がピーンと伸びるから。なんかできる女性になった気持ち。うん、どう？あ、メガネとかかけて。ちょっとかけたいなって思って。かわいい、これ。小さい、それ。あら、ちょっと。あ、もうちょっと近づいてもらっていいですか？あら、かわいい。似合うね。やっぱネイビー、いいじゃん。そのシルエット本当かわいい、ね、後ろがね、すごいゆったりしてる。そうなんだ ね、 そうなんね。私これロングブーツとかでも合わせたい。あら、ミニ履いて。そう、ミニ履いて。めっちゃいい。ここまであったら安心。あ、そう、かわいい。大人っぽい。こちらあります、はい、え、絶対かわいい。だってここまであるもん。あら、かわいい。かわいい、それかわいいね。ね、え、ね、ネイビーですよね。ちょっと一回も使ってもいいですか？ベージュ？いや、でもネイビー絶対だけど、はい、一応ね、当てときたいもん ね、せっかくですしね。やだ、かわいいね、そっちも。あ、ちょっとダサいよね。もうめっちゃかわいいです、これ。待って、これ2色欲しい、どうしよう。でも、シャツはもう年中着れますからね。だって、このシルエットですよ。だって、ちょっと待ってください、私これ去年ゲットしたんです。あ、めんごい。これに重ねたいかも。めっちゃいいです色。え、やばいやばいやばい、めっちゃ可愛いこれ。あ、ちょっと待って、どうしよう、リコ助けて。え、そのビスチェリバイバルで今年も出てんだ。そうです、全く一緒ですよね。一緒です。うわ、これね、去年買ってない方絶対買った方がいいよ。いい、めっちゃ使える。え、どうですかこれ。めっちゃおしゃれだよ。うっ、かわいい。え、何？ 2 色いくの？だってこれだったら正直デニムとかもいけますし、いけます。黒のパンツでちょっと大人っぽくしてもいいし、ここもカジュアルもどっちも可愛いです。うわ、可愛い、可愛い、大人カジュアル。あと私シャツってキャミワンピとかにも羽織ったりするんですよ、正直。ここ開けて、だからめっちゃ使えるんですよね。腰に巻いたり。そう、あ、確かに。すごい、シャレ。腰に巻きたい。ちょっと待って、綺麗っぽい感じにも、わ、確かに、ラフな感じにも。確かに。ちょっと待って、2色欲しい。え、いいですか？誰に？え、ちょっと待って、一旦2色キープしていいですか？これ一旦キープしましょうね。だってシルエット可愛いんだもん。近いよ。近いよ。自分で近づいてるの。これはもう持ってるので、あの持ってない方絶対買ってください。これめっちゃ使える。じゃあこの2色一旦キープで、まだお願いします。あ、どうしよう、もうどうしよう。ちょっと危険な香りがしてますけど、めちゃくちゃ危険な香りしてる。だってお昔めっちゃ可愛いもん。いや、だってさ、そのシャツさ、タートルとかさ、インナーで入れたらさ、めっちゃ可愛い。確かにね、はい。わー、どうしよう。ワンピース系もね、気になる。めっちゃ気になるんですよね。あら、可愛い。好きか。ね、めっちゃ可愛い。これしかもちょっとやっぱキラッとしてるラメが見えます、うん、だってね、これもね、デニムとかに重ねたりとかね。でもシャツとかに重ねたりしても可愛いじゃないですか。可愛い。やっぱレイヤードすると重たくなるけど、これぐらい好きかね。黒だけど
けてるからね。うわー、すごく候補。かわいい。え、これ何アウターコレクションでね、あ、私ナンバーワンアウターとしてこちら選ばせていただきました。これ本当にかわいい。ちょっとこれ羽織ってください、まことさん。あなた私に買い物させとしてますか。うわー、やばい。いや、めっちゃかわいい。見てください、これ。やばい、やばい、やばい。ここがね、丸いだけでね、女性らしさが出る。レザーって強く見えがちなんですが、ここ丸くするだけでね、こんなにマイルドに着れる。ブラウンのワントーンめっちゃかわいいと思う。確かに。パンツにめっちゃ合ってる。私、これだったら、なんかこういうロゴものの、うわー、なるほどね。入れて着たいです。いつもだと私、レザー黒選ぶんですけど、このおしゃれカラー。ね。なんか絶妙ですよね。うん、これ何色？カーキも混ざってるし、ベージュとかキャメルっぽい色が出しつつ。おしゃれ色が。周りと差がつきますね。ね。着映えする、ほんとに。ジャケット。ちょっと待って。どうしよう。ただ単に私の購買意欲が上がっただけなんですけど。これはね、まこつさんおすすめ。かわいいね、これ。どうしよう。なんか痒くなってきました。痒い。もう辛い。かわいすぎて痒い。初めて聞いたよね。そんな人いるんだ。これも気になってた。あ、これ、推しです。これめっちゃ、重ねてきたら可愛いんですよね。そうなんで、さっきの花柄のチュニックにも出てしまう。ね、このスウェットから、え、タグをのぞかせるのも可愛いです。ここにチラッとってことですよね。そうです、そうです。そう、私、こういうレイヤードをしたいんですよ、今年。だから、こういう素材違いというか、分厚い目のものに、こういうちょっと薄いね、こういう、確かに。出しちゃう。かわいい。かわいい。これは多分着なくても。間違いないんだよね。うん、絶対に使えるし、着心地良さそう。めちゃくちゃいいです。めかしの商品ページで、このブルーと、はいはいはい、このボルドーを合わせてて、ね、それが可愛かったんですよ。可愛かった。普通に考えると、濃い色を一番目立つように持ってきがちじゃないですか。うん、はいはいはい。こういうここをね。けど、めかしさは違います。え？逆です。うわちょっと濃いのを出すっていう、すごいもう、もうテクニック。テクニック。ほんと、おめかしめっちゃおしゃれですよね。嬉しいです、そう言っていただけて。なんか、勉強になります。すごい。勉強になります。こう合わせるんだ、みたいな。ほんとに毎回思う。ね。ね。リコもね、ほんと着こなしが可愛いんで、ね、インスタほんと見てほしい。そう、インスタの皆さんぜひフォローしてください。ということで、こちらの白買います。あ、もう決まり、はい、あららら、これは絶対使えるんで、絶対使える、ね、はい、白購入、いいね、すいません、お願いします。え、なんか自己的、うん、あ、確かに確かに、おすすめ聞きたい、私、うん、めっちゃありますけど、そうですよね、やっぱそのふわふわのニット、カーディガン、カーディガン、あとプルオーバーもどっちもおすすめです。え、この白めっちゃ可愛い。これもめちゃくちゃ可愛いね。もう、顎外れちゃう。危険です。外さないんだよ。外れそうなの見えちゃった。え、かわいい、これ。それ好きそうだね、うん。やっぱ首元が広めなのがさ、かわいいんだよね。いや、だってもう、このパンツに合わせたら間違いないですよね、だって。はい。重ねたらいいんじゃない、これ。あれはもうかわいい。このまま。いいですね。ね、かわいい。やっぱネイビーそういう意味でも使いそうね。ね、めっちゃホワイトのワントーンコーデ私多いから。確かに。ちょっと中に入れたりしても。ね、やばい。うわ、めっちゃかわいい。え、どうする？え、この合わせめっちゃ可愛くないですか、だって。ね、それかわいいよ。ね。でも私こういうニット、私2個ぐらい買っちゃった、今季。買っちゃってるじゃん。買っちゃってる。でもこの色、めっちゃかわいい。まあ、カーディガンもいいですね。これブラックもありましたよね。ブラックもあります。ね。あ、そうなんだ。チェック済み。黒あった。え、黒あった。あら。黒いいかも。黒いいかも。ちょっとチュニックに、この黒羽織ってもいいですか？ぜひ。すみません。一押し。おいらの足、行きます。行ってらっしゃいませ。ちょっとインナーも借りようと。彼女普通に撮影忘れてるかもしれないですね。この調子だった。はい。じゃあちょっと着替えてきます。失礼します。すみません。はい。パンツ黒にしたいんですけれども大丈夫ですか？かしこまりました。いいですか？あ、すいません。普通のお客さん
今の感じは、まあ、営業中かなって思いました。営業中ですね。ね、本当にすみません、うちのななみがね、すみません。うわ、めっちゃ可愛いぞ、これ。あ、もうどうしよう。失礼いたしまーす。あら、どうです？頼む、上品。てか、買った方がいい。え、めっちゃ可愛い。なんか、ななみのオールバラック、秋冬新鮮感も。いや、めっちゃ可愛いです。可愛い。しかも、着心地がこれすごい良くて。あったかい。汗かきそうになるくらい。どうですか？このレイヤーのやばいですね。もう可愛いです。可愛い。めっちゃ。これはカシミヤ？カシミヤです。カシミヤ。あら。ね、そうですよね。え、逆にしてきてもいいってことですもんね。そうです。ツーウェイなんで。ボタン後ろでも可愛い、止めて。確かに。ね。か、このチュニック、やっぱ可愛い。着回しめっちゃ効きそう。ね。大人っぽい。どうしようどうしよう。待って、今どんな感じです？今。今、どんな感じなんだろう。どんな感じなんですかね、ちなみに。何点ぐらいいってるの？ね。結局あのシャツ。シャツはちょっと、でもシャツ結構私めっちゃ欲しい。だから2色いきたい気持ちあります。あら、いいね。まあここで4個、4点。で、これ。プラス5点。シャツ2色。シャツ2色。スウェット、これ。これ。パンツのブラウン。意外と。あれ？いける？まあいい感じですね。あー、でもこれちょっと。候補に、ね、なんかね、プルオーバーでこのブラック持ってるんで、ちょっと一旦悩みます、これは。あ、悩むことを学んだね。はい、悩みました。あ、ちょっとアクセコーナー行ってもいいですか？ あなたの好きなね。はい、どうぞ。おめかしはアクセめっちゃ可愛いなって私持ってて、絶対今日は買うって決めてきました。でもね、私見つけちゃいました。まず一番欲しいのこちら。私ね、ピアス開いてなくて、イヤリングが良くて、ちょっとつけてもいいですか？あ、もうぜひぜひ。うわ、え、かわいい。すごくかわいい。めっちゃいい感じ。やっぱ存在感のあるアクセサリーが私好きなんですよね、やっぱり。ちょっとこう揺れる感じがまたかわいい。なんかあんまりイヤリングでないデザインかな。ね、そうですよね。ここまで華奢なのも少ない。確かに結構イヤリングだとすごい太いものが多くて、これ存在感強すぎるってのが今まで多くて買ってなかったんですけど、はい、即決です。ありがとうございます。ありがとうございます。こちら買います。そしてですよ、見てこれも可愛い。これはチョーカー？そうです。こうして、ここでピーって引っ張って短くしてもらって、前に垂らしたり後ろにやっちゃっても可愛いです。ちょっと結んだりとかして、前にこう垂らしてあげたりとかしても可愛いかも。うん、可愛い。どう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 。めっちゃ可愛い。買います。もう見た瞬間買いますってなりました。そのメガネ、これ似合ってたなって私思うんだけど。もう一回かけてもいいかなと思ってね、かけてほしい。これね、私結構今までこういうメガネ苦手意識あったんですよ、はい、でもなんか形が結構しっくりきたかもしれないです。これめっちゃおしゃれですよね。かわいい。それ縁がで、ここがこうブラックになってるからちょっと引き締まりもありますよね、うん、確かに。おしゃれね。だってこれ5000円です。5500円って書いてる。挑戦するのにちょうどいい金額。確かにね、そうだね。安すぎず、ちゃんとしてるけど高すぎず。買います。ちょっと待って、アクセやばい、本当に。どん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 。ちょっとどうしよう。でもね、私もう一個気になってるのがあって、あれ、ね、こちら。だってこれお団子とかにこうグッとつけるだけでめっちゃ存在感プラスしてくれるってことですよね。そうね。ちょっとやってみます。あ、もう可愛いね。で、このフリルは今横に持ってきてもらってるんですけど、上だったり、横下、どこに来ても可愛い。可愛いね。可愛い。え、これ横からの感じ、横からの感じも可愛いです。黒もありましたよね。黒もあります。なんか多分どこに持ってくるかでちょっと甘さが調整できる。もうちょい下目に持ってくると大人っぽい感じ。確かに、ちょっとこう耳の下の感じとか。なるほどね。あ、そうそうそうです。こう？そうです、そうです。あら、
かわいい。かわいいかも。めっちゃかわいいですけど、アクセ。これ2色欲しいかも。うわ、黒も大人っぽいなぁ。ですね。今のコーデだと黒。ねぇ。見てください。前からめっちゃ見える、ここ。かわいい。どうする？かわいい、似合ってる。ねぇ。あ買います。2色。これは何個あっても使える、絶対に。最近ベロアのなんかでさ、リボンのさ、アレンジとかしてるから。そうそうそう。ベロアのリボンはちなみに渋谷さんで買ったんです、私。はかり売りでパツッと着てもらって、あ、じゃあもう生地屋さんみたいなところでね。え、そうなんだ。めっちゃ可愛い。これおいくらでしたっけ？ちなみに。これは3800円ですもんね。そうです。価値あります。払う価値あります。これ2色いきます。すみません、ありがとうございます。うわ、アクセやばー。だってこんなのね、あると絶対存在感。可愛い。私いつもシルバーつけるからさ。はい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 。秋冬っていや、ゴールドいいですよ、ね、めっちゃかわいい。え、あなた、長官自分のものみたいにしてますけども。自分のものかのように買いますので。買いますので勘弁してください。自分のものかのぐらいしっくりきてた、これ、ね、かわいい。そのコーデにめっちゃ合ってる。すいませんでした、買います。ちょっと待って、アクセ急に増えたね。困らない、困らない、困らないですよね。アクセは何個あったんで、うん、本当に。はい。うわー、オケーションもありますね。ここオケーションコーナーな気がする。だって結婚式こんなんでね。どうですか、3列。かわいい。ピコさん、はい、これつながってるんですか？これは別々なんです。あ、別々の販売。そうです。めっちゃ使えそう、これ。上のフリルだけをいろいろロンドンとかにしてたり、ここもいけるし。あ、そうです、そうです。そこもかわいい、ビスチェ。こっから見てたんですけど。見てください、この角度。こうやってる。いや、リコに操られてますよ。危険ですよね。上手なんだ。いや、ほんと上手すぎる。2色ですよね、ちなみに。あー、ベージュもいいね。え、どうしよう。待って、まだ全然本当は欲しい。ちょっと待って、抑えてはいる。めちゃくちゃ抑えてます、私。でも最後の1点ぐらい、ちょっと1回目星つけて、何にするか最後、チェックします。これやっぱ使えそうな。レイヤーのに。私今回アウター、ハウあんま買ってないですよね。ね。このコーデが、めっちゃ可愛い。これ、今年トレンドアイテムで上がってるし、うん、ニットコート。うんうんうん。ですよね。はい。これ、私、ちょっと気になって、来ます？あとで来ます、ね、来ましょう、来ましょう。多分買っちゃうんだよね。来ましょう、来ましょう、はい、これは皆さん押さえといた方がいいですよ。トレンドアイテムです。皆さん押さえましょう。こういうの1個あったら絶対いいと思う。そうですね、待って、ブラウンもある。あ、見つけちゃいましたね。私さっきブラウンのパン使ったから、ブラウントーンで合わせたいかも。大人っぽいブラウン、ね、ちょっとね、やっぱ今季ブラウン注目カラーだから、ブラウンでもありだな。そのルーズなね、丈感も腰回りまですっぽりくくれるから安心ですね。え、どうしよう。ちゃんと目星つけて。いや、つけてます、頑張ってます。いや、フーディーも欲しいんです、私。ジャケットに合わせたい。ね、そのね、チックのジャケットあるじゃん。あ、合わせてるじゃん。そのジャケットにヌード出す、やりたいよ。ヌードにしよっかな。これもめっちゃおすすめです。タンタケなんだ。なんで？目かしタンタケめっちゃ珍しい気がする。長めなのがこういうパーカー多いと思うんですけど、うんうん、やっぱ目線が上に行くのでスッキリ着ていただけるっていうので、うんうんうん、確かに、はい、タグが可愛い、ね、そうそうなんですよ。 Now Here って書いてあるんですけど、うんうんうん、シーズンのテーマになっていて、このパーカーとあとさっきのあの見てくださったロンティーとかにもついてたりして、生地が素材がそうポンチポンチですね。しかもね、ダブルジップなんですよ。うわ、だからワンピースにちょっと重ねるとめっちゃ足長効果。そうそうそう。ね、見てくださってた、こういうのに合わせたりとか。あ、ケー絶対可愛いじゃん、それ。下半分当てたりとか。うわ、じゃ あ, もう最後です。じゃあ最後これ着て決めます。お、すいません。こちらもう最後です。もう最後、もう絶対最後。こちらに、すいません。お振り込まれた。
どうですか調子は。絶好調です。でしょうね。いいですか。いいですよ。オープン。あら、リコ先生、すいません、買います。あら、早い早い。これ私今日一レベルで好きなコーデ。もう超可愛いです、このフルノな感じ。めっちゃ輝いてる。ちょっとリコのコーデ提案に、アイテム提案がすごいよ。やだ、嬉しい。毎日付き合ってほしい。答えられた。答えられた。毎回連れて行きたい買い物にリコ。間違いないです。連れて行ったら。もう本当ありがとうございます。こちらこそです。もう可愛い。これは可愛いわ。目が幸せ、可愛いです。ということで、お会計に移りましょう。やっと終わりましたよ。もうここ止めないとやばい。めっちゃ買っちゃう多分。もういやでも結構買ったと思う。とは言いつつの。ね、なんでちょっと一回お会計してもらいたいと思います。はい、お願いいたします。こちらへ。お疲れ様です。今私が選んでいただいたもので。計算してもらいましたら14万円。どうする、10万円ぐらいかなって準備してきたんですけど。だって全部買いたいんですけど。まあでもやっぱ似てるって言ってさ、我慢するならこれかなっていうところですね。やばい、これだけでもめっちゃコーデ組める。本当にやばい。じゃあちょっとこれはプルオーバーで似てるものを持ってるので、今日は一度我慢させていただきます。私もなんかそれ代用できそうね。今いけそう、いけそう、はい、他は無理です。無理ですので、はい、こちらとあとアクセサリー5点ぐらい買ったかな。なんかはい、やばい。すいません、じゃ あの最終の金額出していただいて。はい、はい、お騒がせしました。はい、無事購入アイテム全て決定いたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。たくさんね提案してもらってもめっちゃ楽しかった。いやー、はい、テンション上がってたね。もうすいません、まことさんもお騒がせしました。いや、とんでもないです。ということで今回の私の合計金額を教えていただけますでしょうか。合計金額は11万5610円です。イエイ。いい金額。すごい、ちょうどいい。もうなんか私のちょうど思ってたぐらいの金額だったのでよかったです。いい買い物がねできました。一時はどうなるかと。いや本当に止めてくれてありがとうございますということでですね、この購入したアイテムたち次の動画で購入品紹介とかその他にも結構買ってるものもあったので一緒に紹介していきたいと思うので、次回の動画はぜひチャンネル登録をしてお待ちください。お待ちください。はい、じゃあ誠さんも。お、では今回の動画も見ていただいてありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。本当にご協力いただいてありがとうございました、はい、ぜひ皆さんおめかしへ。おめかし GO。 新宿にもあります。あ、新宿にもあるよ。はい、ぜひお待ちしております。リコもいるかも。はい、はい、時折いるかもということでバイバーイ。バイバーイ。